はい、どうもジェリです。ということで本日はプロジェクト世界からフルステージフィーチャリング初音ミクで最新情報を見ていきましょう。ということでこちら、予告イベントポップインマイハート開催についてということでやってきました。 M ちゃんバナー。はい、まあ予想通りの M ちゃんバナーですね。個人的にあの左側にいる司くんのスンってした顔がすごく好きなのと、司くんのその手元にいる子は一体誰なんですかねっていうね。ということで、今回は M ちゃんバナーなんですけれども、イベントの詳細見ていきましょう。今回通常ね、イベントとなっており、開催期間が1月12日15時から1月19日20時59分までということでね、非常に短いイベントですね。8日間イベントなので、なんでこのイベント短くしたのかちょっとよくわかんないよね。せっかくならね、あの、1周年じゃない、年末年始のイベントを1日短くして、その分こっちをね、1日伸ばして、10日9日とかにすればよかったのになぁとか思ったり、思わなかったり。まあ、運営さんにも何か意図があるんでしょう。そして、イベントボーナスの方を見ていきましょう。タイプボーナスがクールタイプで、キャラクターボーナスが上から順に、つかさくん、エムちゃん、ねねちゃん、るいくん、みくちゃん、りんちゃん、れんくん、るかさん、めいこさん、かいとさん、全員サブユニット、ワンダーランズショータイムということでね、ワンダショメンバー全員出動です。そしてメンバーボーナスがこちら、エムちゃん、つかさくん、そしてめいこさんということで、こちらはまあ予想通りっちゃ予想通りなんですけど、ジールさんの願望だったね、かいとさんがバーチャルシンガー枠来るっていう方ではなかったっすね。まあ現実的に考えたらやっぱこっちやったよねってところで、個人的にあの M 探検隊は調査中っていうね、 M ちゃんの名前、ついに M 探検隊がイベントストーリーの方でもね始動したようなんでね、非常にストーリーが楽しみですね。さあでは編成の方見ていきましょう。はい、すいません、弱々編成です。いや、ジール組んでみたら編成弱々すぎてびっくりしたんですけど、まあ各地でキャラクターについて見ていきます。まずはですね、今回一番これ強い編成じゃないです。星4があと2人いて、1人が前回のカラフェスのルイくんですね。あの今回ルイくん人権キャラクターなんで、ルイくん持ってる人はあのリーダーで使ってあげちゃってください。ルイくんがね 140% スキルなんですけど、判定依存の方のね140なんでマジで強いんですよね。あとそれともう一人、つかさくんですね。今回あの M ちゃんとねねちゃんが入ってるんですけど、この二人がつかさくんバナの時の M ちゃんとねねちゃんで、そしてそのつかさくんバナの時のつかさくんを持ってないんだけど、そのつかさくんも確か 120% スキルかなでね、強いんでね、持ってたらぜひぜひ編成に入れてあげてください。で他のメンバーがこんな感じですね。さっき言った二人以外は全キャラクターを所持しているといった感じになります。まあねねちゃん M ちゃんあたり、あとはレン君ですね、この辺の星を持ってるよって人はね、ぜひぜひ編成に組んじゃってください。で他が、報酬メンバーの方で、司くんがこちらの星さんですね。トワイライトパレードの時のかな、報酬の司くんで、こっちがカイトさんの、このカイトさん初期だったっけ、確か初期のカイトさんの、星さん報酬で、あとは、星2でカイトさん、ルイくん、ネネちゃん、あとは星1のネネちゃんがいるんですけど、まあ、ネネちゃんに関してはね、星2の方が、初期の方の星2なんで、こっちをね入れてあげてくださいといった感じです。さあそして今回のボーナスなんですけど、既存メンバーのみではね 225% の編成しか組むことができません。で星4でレン君か M ちゃんを持っている場合は、既存メンバーの星4ありで 250%、ピックアップ込みが最大の 310% で、バスラも含めると最大 360% になるといったね感じのイベントなんで、まあ、イベランする方はね、いつも通りピックアップメンバーはね確保して、できればマスラも上げてね、イベランするようにしましょう。で今回ねガチャ引かないよって方で、かつね 250% 編成組めないって言った方は、レン君と M ちゃんの枠ですね、この2人の枠のところに、まあ自分のね好きなキャラクターだったり、今回クールタイプなんでクールタイプのねキャラクターを入れるとかするといいのかなと思います。はい、そしてねもう一つ、絆ランクを上げるっていうことを考えると、編成はねこんな感じになるかなと思います。ジールの場合は真冬ちゃんとエナナン、この2人の絆ランクを上げてるんで、この2人をリーダーサブリーダーに入れて、他3枠に 50% でイベントボーナスが漏れるキャラを入れたといった感じになります。皆さんもね持っている星4だったりを駆使してね、編成うまいこと組んでみてください。はい、ということでね、今回は新イベントの情報を見てきたんですけれども、まあこれによってですね、次のイベントの星4の予想もちょっとずつ変わってくるのかなといった感じで、前のね星4予想動画の方で、ここがメイコさんが来るかカイトさんが来るかによって、25イベント、その後のレオニーイベントの星4が変わってくるよねって言っていったんですけど、今回はメイコさんが来たということで、25でのカイトさん、レオニーでのレン君の星4の可能性がかなり高くなったかなと思いますんで、レン君推しの方、カイトさん推しの方もね注意しておいてください。はい、といった感じで今回の動画終わっていこうと思います。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。